ということで、集まりましたオープンスタジオでございます。髪切った？切ってないですよ。はい、ということで、福岡天神親不孝通りにあるそのゴーンスタジオで撮影しておりまして、今回はご用意させていただきましたこちらの商品、コミカブーム XD MI2 というワイヤレスマイクをご用意いたしました。というわけでですね、こちらのワイヤレスマイクを今回ご用意しました。このマイクはこれから私たちの YouTube フォークスタジオで大活躍してくれると、厳選に厳選を重ねて考えにあぐねまくった結果この方になりました。よくね、ピンマイクっていえばテレビで芸能人の方とかがこう襟元にこうつけてるようなものなんですけれども、それと、同じようなもの、かつもっと初心者でも使いやすい、非常にコンパクトでかつ優秀なワイヤレスマイクとなっております。ちなみに今ですね、ワイヤレスマイクつけてません。 iPhone XS Max の純正のマイクで今音を拾ってます。距離的には 1.5m ぐらいのところにカメラがあって、今我々の声が普通のボリューム感ですかね、そこまで声は張ってない感じで通常営業でやらせていただいてます。大丈夫か？耐久性はそんなにいいかな。はい、ここに送信機がありまして、こちらがですね、取り付け用のピンマイクになってます。はい、こんな感じで、わかりますかね、こんな感じで差し込むんですよ。で、ここピンマイクですね。これ送信機なんで、送信機の中に入れてピンマイクを、別に中でも外でもいいんですけど、私はちょっと分かりやすいように外に出しておきますね。はい、こんな感じで、コードがピンマイクのコードがあって送信機につながっていますと。実際のマイクはここにあって、ここから声を拾うということです。一応送信機の横側に電源があって、これを押します。そしたら液晶がついて、はい、こんな感じで見えますかね、電源がオンになりました。これで今も喋れている状態です。で、まだ受信機を iPhone につけてないので、今から受信機をつけます。その受信機つけていきます。はい、ということで、受信機のランプが2つ青になってます。今このマイクから声を拾ってます。だいたい遠からずのところに、鎖骨ぐらいかな、鎖骨ぐらいのところにつけていただければいいんじゃないかなと思います。思ったよりコンパクトですね。そうなんですよ、かなりコンパクトで、これのいいところは、これ送信機が2つあって、受信機が1個しかないんですよ。今までのって受信機と送信機が1対1の関係だった、ですけど、これに関しては2個の送信機を1個の受信機でゲットできるということなんで、本当にもう2人組の人とか YouTuber とかはかなり御用達ということで、これ自体もマイクになってるから、自分の声を拾いつつ違うところにもう1台の送信機を置いていれば、そこに置いた音と自分の声が同じ音量で聞こえるみたいな状態になってるんですよ。今までは僕らも iPhone の純正マイクでそこに置いて撮ってたんですけど、やっぱ声のボリューム感とか距離で2人の声がね、微妙にボリュームが差があってちょっと聞こえづらかったりするので、今回購入して多分かなりクリアにバランスよく聞こえてるんじゃないかなと思ってます。僕の声も入ってるんですかね、今。めちゃめちゃ入ってる。嘘、ボソッと言ったのも多分聞こえると思います。ちょっと今ステレオの音声で撮ってるんですけど、モノラルの音声でも撮れますと。と言いますと。そうなんだよ、ステレオとモノラルってさ、よくわからないよね俺も調べたんですよ。はい、今モノラルの状態で録音してます。僕の送信機が B になってるので、どっちから聞こえてるんだ。モノラルって右からと左からで音声が聞こえる状態、はい、ステレオって真ん中から聞こえてる状態。なるほど、わかりやすい。だから翔太郎のボイスがあなたの右耳に、僕のボイスがあなたの左耳の鼓膜を今揺らしてる状態。ちょっとステレオに切り替えますね。はい、ということでステレオに切り替えました。今僕の声と翔太郎の声が真ん中から聞こえてる状態、一応この状態で録音していこうかなと思ってます。ということで、せっかく2人でね、 YouTube を運営しているので、2人でこのワイヤレスのピンマイクを使ってどういったことができるのかっていうのを今からやっていこうかなと思っております。ちょっと離れてみますか。あ、それも、ね、どこまでいけるのかって。俺はちょっとどっか行ってみるわ。わかりました、行ってらっしゃい。翔太郎が今、そのメインのカメラの目の前にいますと。はい、ただちょっと待って、離れて聞こえますかとかじゃないですよね。演出してた多分今こうやってこのスタジオの A スタジオ
あのスティーブ・ジョブズかのように練り歩いてるんですけど、これで純正の iPhone のマイクだったらマイクがそこにしかないので、そこから音を拾ってるので、遠くになればなるほど音は遠くなるはず、声は遠くなるはずなんですよ。でもコミカブーム XD の MI2 を使えばここに立ってたとしても同じボリュームで聞こえているっていうことなんですよ。そういうことか。そういうことなんですよ。お互いこうやって練り歩いても、そうそうそう、だからもう今画面からは消えてるけど音声だけちゃんと聞こえてる状態。僕らの声は聞こえてるわけですね。放送事故ってやつですね、これは。なるほど、はい、失礼します。まあ室内で録音してるとはいえアクティブに機動力のある撮影ができると、そして録音ができるということでね。これ演奏の録音にも使えますね。使える。バンドマンとしても声はここで拾って、ギターの近くとかアンプの近くにもう一個の送信機を置いてれば声と楽器の音が一緒に取れる。でいいバランス感覚で録音されるっていう素晴らしいマイクなんですよ。はい、ということでいろんな場所から音声が録音できるようになるという優れものなんですよね。で、もう一個試したいのが、まあ移動はするんですけど、ちょっとスタジオの外に出てみるっていうのをやってみようかなと。確かに。っていうのもあくまでその Bluetooth という形でつながっているので、障害物とかがあったら多分途切れると思うんですよ。ちょっとそれだけやってみようかなと思います。トイレ行ってくるわ。行ってらっしゃい。多分ね、ここ A スタジオといってトイレから一番遠いスタジオなんですよね。確かに。 C スタジオだったら壁一枚隔ててトイレがあるんですけど、 A スタジオだから多分扉を開けて出ていく分にはいいんだけど、角曲がってトイレに入ったら多分途切れると思うんですよね。ということで、はい、あ、ちゃんとマスクしてね。ということで行ってきます。行ってらっしゃい。行ってきます。扉ちょっと開けていきます。一応ちょっとお手洗い借ります。さあ角を曲がりました。今トイレに入ってきたんですけど、一応扉は閉めますと。はい、失礼します。で今 A スタジオから一番遠い位置にあるお手洗いの個室に入ってきております。これ繋がったら結構すごいですね。多分繋がってないと思うんですけどね、この音声も。おっと、持ってきた。はい、扉の前に来ました。おかえりなさい。すっきりしました。一応トイレでも一人ごとずっとあの音声取れてるかどうかの確認、トイレに来ましたみたいなことずっと一人で言いながらトイレから戻ってきたんですけれども、繋がってますね。ちゃんと受信機も送信機も、はい、ちゃんと接続されてますと。繋がってるかどうかは後で確認しておきます。おそらく障害物を隔ててしまうと音が切れてしまう。で、ちなみにこの音声の届く距離は、確かね 70m ぐらいいけるんですよ。 70m 綺麗なその障害物が何もないところだったら広い範囲の接続が可能だということで、だからライブの時なんか多分障害物ないんで聞きながらやってもね、全然多分7m いけると思います。はい、ということで最後になりますが、外ロケ行ってみようということで、 iPhone に受信機をつけた状態で、我々はこの送信機をつけてピンマイクをつけた状態で外ロケに行ってみようというのをやってみます。まずラーメン。あ、ラーメンっすということで、一応ね、個人的にはラーメンを食べに行こうかなと思ってたところなので、一応このゴーンスタジオから出て、天神親不孝通りなので、おラーメン屋さんなんかいっぱいあるので、有名なシンシンとかね、この前食べた家系ラーメン春吉屋とかもありますから、はい、この後ちょっとこれをつけた状態で外ロケに行って、映像とどのくらい声がクリアに入ってるかっていうところですね。店内の音とか自分たちの声もそうですけど、ラーメンすする音ちょっと撮ってみようかなと思います。ということで外ロケに行ってみましょう。はい、帰ってきました。いや、美味しかったね。美味しかった。これは何ですか。家系を食った手でいいんですか。うん、まあ家系を食ったろう。白に来ました。頼みましょうかね。音声は多分無事取れていたと思います。ということでエンディングになります。私たちのように、YouTube 初心者、今はもう iPhone1 台で録音してます。メインカメラは iPhone XS Max、 一眼とかそういうのは全然ないので、今もう本当に iPhone だけで撮影をしている状態です。 iPhone だけで撮影するにも非常に魅力を最大限に発揮できるのがこのコミカブーム X というピンマイクでした。ということで、ね、オークスタジオ初めての商品紹介、コミカブーム XD MI2 という商品の紹介でございました。こんな感じで YouTube をね、
私たち始めたばかりですけれども、いろいろ紹介したいことはねあります。商品紹介もそうなんですけど、もちろん自分たちの楽曲とかもそのうちもしかしたらこのコミカブーム XD を使って録音するかもしれないですしね。やっぱそうやって YouTube に力を入れれば入れるほどいろんな機材が欲しくなってしまうっていうのはあるんですけど、まずは自分たちの身の丈に合った商品、自分たちの身の丈に合った製品から手を出してみようかなっていうのは非常におすすめのポイントですね。本当に YouTube 初心者の人っていきなり一眼レフ買おうっていうのは結構ハードルが高いんですよ。ハードルが高くなってしまうので、もう皆さん iPhone とか Android はお持ちだと思うので、じゃあ iPhone 持ってるから iPhone プラス何かできることを探していこうかなということで、今回この Zoom X3 のピンマイクをご用意させていただきました。これからも私たち iPhone を使って撮影することがあると思いますが、動画のクオリティが高いものをどんどん提供していき、音声もしっかりね撮っていって、せっかく2人でね YouTube を撮影してるから、この2人の掛け合いとかね楽しそうな風景も伝えていきたいということなんですよ。ということで今回コミカブーム XD Mi2 の製品の紹介でございました。また次の動画でお会いしましょう。ここですか？ここでせーの、よいしょ。 To be continued。 はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。僕たち福岡天神親不孝通りで活動するロックバンド、オークは YouTube で得た収益をフォロワーの皆様に還元するという企画を実施しております。僕たちの YouTube や活動に注目していただけるだけで素敵なプレゼントがもらえるという企画になっておりますので、興味のある方はチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。